イーベースボールパワフルプロ野球。さあ、頂点に駆け上がるのはどのチームになるんでしょうか。甲子園大会1回戦第1試合の模様をお届けいたします。一塁側岩手代表新鋭パワフル、三塁側千葉代表木更津。スタンドは多くのお客さんで埋まっています。さあ、注目の大会初戦、プレイボールです。投げた、ストライク、タイミング合いません。追い込んでから第4球を流し打ち、三塁線抜けた、小村タイムリーツーベース。ボール。第5球投げました。高め、外れてボール。次が6球目、ランナースタート。三振。パワフル初戦をものにしました。大谷見事な完封勝利。春の甲子園。一丸となって頂きを目指します。甲子園大会2回戦第1試合の模様をお届けいたします。一塁側岩手代表新鋭パワフル、三塁側大阪代表名門岸和田。万来の拍手に送られて守りに散っていきました。さあ、注目の2回戦、プレイボールです。投げた、外角高めいっぱい、ストライク。第4球を投げた、打った、二塁ランナー三塁へ向かう、セカンドフォースアウト。あっと、送球それた、パワフル追いつかれました。1対1、川内いい当たり、いきました、松岡バックしていった、レフト前のヒットになります。川内一気にホームへ、パワフル勝ち越しを許します。2対1を見せました。二塁ランナー三塁へ、これはヒットになります。岸和田1点入りました。いました、タイムリーツーベースヒット、パワフルなおもピン。ツーアウトランナー二塁三塁となりましたか。打ちました、初球打ち、山浦取った、一塁送球、岸和田さらに1点追加、記録はヒット。さあ、お祭り男の本領、打ちました、これはいい当たり、伸びた、伸びていった、センター見送った、ホームラン。満員の甲子園球場が揺れています。スタンドへ叩き込んだ。ランナー2人を置いて迎えるバッターは須江木、パワフル一打同点のチャンス。第1球投げました、ツーシームはボール、投げた、高めボール球打った、
塁ランナー二塁を回った。パフルついに追いついた。関タイムリーツーベース。パフルなおもチャンスが続きます。バッターは2年生川端。全てを超越した気迫と気迫のぶつかり合いになっています。第2球投げた。ストレートはボール。第3球は高めボール球打った。抜けた。関サヨナラ。サヨナラ勝ち。パープル2回戦突破です。川端サヨナラタイムリーで見事勝利に貢献しました。春の甲子園大会2回戦。今日が終わればベスト4が決まるということになります。甲子園大会準々決勝第1試合の模様をお届けいたします。一塁側岩手代表強豪パワフル。三塁側和歌山代表強豪田辺。すでに三塁側一塁側カラフルな応援団も陣取っています。バッティングです。バッターは1年生森脇。パワフル追加点のチャンスを迎えています。打ちました。三塁ランナーホームに帰ってくる。ボールは中継。パワフル1点入りました。4対1。今日2打席で、さあここを乗り越えて成長したい。さあ次の投球打った。流し打ち。ダイレクトフェンスに当たった。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。パワフルさらに1点追加。大谷タイムリーツーベース。第3球を投げました。打った。一二塁間の打球。一塁送球飛び込んだ。飛躍を見せましたがここは及びません。ゲームセット。パワフル準決勝進出。春の甲子園大会はいよいよ準決勝を迎えました。大会12日目甲子園大会準決勝第2試合の模様をお届けいたします。一塁側埼玉代表強豪浅香。三塁側岩手代表強豪パワフル。万来の拍手に送られて守りに散っていきました。打順はトップに帰って打ちました。三遊間の当たり。ショートから一塁送球。ヘッドスライディングは間に合いませんでした。アウトです。試合終了。パワフル決勝進出です。大谷見事な完投勝利です。お待たせいたしました。一球入魂で頂点へ。球児の戦いはクライマックスを迎えます。甲子園大会決勝戦の模様をお伝えしてまいります。一塁側南北海道代表名門岩見沢。三塁側岩手代表強豪パワフル。優勝旗を手にするのはどちらのチームになるでしょうか。さあ決勝戦のプレイボールです。試合はこれから。初球から打ってった。片柳ダイレクトでボールを掴んでアウト。パワフル追う点。さあこの打席で才能を開花することができるか。投げた。ストライク。膝元厳しい球でした。いきなり151キロ。第2球投げた。決まってストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた。インロー際どい球ボール。さあ4球目打ちました。片柳掴んだ。2塁フォースアウト。1塁は第4球を投げました。4球目ストライク。次は5球目投げました。アウトコース高め。空振り三振。左バッターボックスには山浦。今日はセカンドゴロと三振。第2球投げました。直球見送ってストライク。投げた。低めギリギリいっぱい。ストライク。第4球を投げた。流し打ち。一塁送球。
ヘッドスライディング、張った、うまくさばいています。投げました、外角低め、空振り三振。8回の裏が終わりまして2対0、岩見沢この回0点に終わっています。さあいよいよ9回に入ります。先頭バッターは森田、パワフル、ここで一つ形を作りたい。高めいっぱいストライク、まずは見送りました。第2球ストライク、バッター追い込まれました。追い込んで投げました、ボール。第4球は154キロ直球、空振り三振。第1球打ちました、初球打ち1、2塁間アウト。岩見沢全国の頂点まであと1人。第1球投げました、決まってストライク、少し意識しすぎたか。第2球投げた、2球目ストライク、このまま簡単に終わるわけにはいきません。第3球を投げた、1つ外したボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、ボール。投球はこれから6球目、見逃しの三振、勝者と敗者、この瞬間に明暗がくっきりと分かれました。パワフル、あと一歩及ばず、春の甲子園大会優勝とはなりませんでした。夏